うん、もしもしありがとうございますと。ずっとその向こう町芸人のイベントの、あの紹介してるやんか、うん、そこにあれ、あれはフリーダムスとかは、あ、あの B168 プロレスが、あ、B168 はい、来ますね、はいはいはい、で、まあ、まあ、あのね、ほんでこの3月10日はとりあえずはそのイベントで僕一日こっちのイベントにあるするんですけど、というあの3月のね789、要は前日3日間、これはいつもの通りな、あの小町競輪場で、あのレース走ってるんで、僕実況で、実況というか解説で予想屋で行ってるんで、うん、そうなんですよ。この間こいつ小野さん仕事やで、何やねん、何の仕事、ここ集合や、だからわし来たんよ、誰もおれへんの遅れて行きよってよ。なんじゃこら。仕事やね。仕事やね。仕事やね。何の仕事やねん。カメラ回して、ね、カメラ回させられてよ。いやそうそうそう。これ押すだけでいい。これだけ、これだけ。そうそうそう。その時に切れたのがあれ、競輪の、ね、そうそうそう、星野さん。星野めぐみさんっていう、ね。ああ、女の人。そうそうそう。あのね、結構あの岸和田の中継とか出てはる、結構ね、綺麗な、ね、お姉さんで。で、あのね、今まではね、その僕ね。現役やんじゃろ。もちろんもちろん。あの、向こう町の僕の番組で、親父のガチガイって言うんですけど、親父のガチガイ、今までだいたいその森松さやかちゃんっていう、小さい可愛らしい女の子が僕の、要は MC というかアシスタントみたいな、アシスタントというか、その人は別に権利選手やなしに、あ、もう関係なしです、関係なしです、もうあの素人の女の子がね、キャスターの方、あ、なるほど、ちゃんとした競輪のキャスターの方です。それが回しに来てくれてはったんですけどね、森松さやかちゃんっていう子が、今回ちょっと森松さんが佐世保競輪と重なっちゃったっていうことで、向こうはやっぱりそっちの方行きやんねや。そうそう、ほんでね、今回星野めぐみさんっていうのがですね、その太田氏とか、そう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 、そう、それが今回あの来るからっていうことで、その要は事前番組を撮るっていうことになって、僕と星野さんの、要は今までその森松さんととか、まあ橋本くんっていうことをコンビ組んできたけど、今回初登場やったんで、星野さんが、ほんでね、競輪場さんもあの気使ってくれて、僕も実は人見知りなんですわ。僕も誰がダメなんですよ。誰がよだれでこう見てもダメなんですよ。ようそんなに人知らずだから俺トラさんと飯食いに行った時かって最初何も喋らへんかって言うんでね、ほんまに、ほんまほんま、なんでカメラの前で喋れるんだよ。いやもうこれはね、ここはあれが回ったら喋れるんですけど、分かれへんもんな、お前の気持ちやもんな。なかなか人見知り、しかも僕女性にはもっと人見知りになるのがおかしいです。そうしとこう、そうしとこう、ね、ほんまやジャスミンさんとも誰気にしたのか。いやほんまほんま、いやねえ、いつもここでやったらこうやって喋るけど、思って行った時にまあもう全然ですやんね、ほんまやで、お前にそっちゃダメ、そうしとこう、そんなこと誰も興味ないからね、その人見知りは別に関係ないからそう。いやほんで星野さんも人見知りやで。あ、そうなん、なんで怒ってんねん。でも君カメラ前やったら喋れるから大丈夫や。でも星野さんも人見知り、ほんで俺も人見知りな、そんな人見知りの二人がいきなり競輪場で競輪の予想を始めても、これは全然合わんぞと、要はもう無理や、これ噛み合う気がないわっていうのが僕の中でもあって、星野さんにも多分あったやろ、競輪場さんもすごい心配やったやろ、ということで、じゃあ事前番組撮ろうって言って競輪場さんも、まあ僕もでやったんですよ。ほんでそれの収録を来てくれたんですよ。あ、なるほど、その収録見たわけ。カメラにこう来てくれたんですよ。で3本撮ったんですよね、そこそこね、あの、そのね、喋っとったね、ほら、そうやろ、だから仕事になったら喋るのよ、そうそうそう、そう、やっぱりプロやな、プロ、そりゃせやわ、でもね、星野めぐみ、星野めぐみさんっていうのは本名、本名かどうかは知らん、そこまでは人見知りの俺がそんなことまで聞けるわけないから、別にゲームみたいなんでもできるわけな、いや、わかんないですけどね、そうそう、まあでもせやけど、まあその星野さんもね、まあそのあの後、初日迎えたやん、あら、硬かったよ。あ、そうなんや、うん、まあ、ちょっとあるのも緊張しなかったもんね。そう、ほんで硬かったというか、星野さんはやっぱりちゃんと普段からも、うん、その本庄の、あの、このオッズ読み上げたりとか、うん、あの、確定を読み上げたりとかしてあるんで、やっぱ硬い仕事やね、うん、やっぱキャスターなんて硬い仕事でチャラチャラはできへん、キャスターなんて、キャスター絶対チャラチャラできへん、もうニュース読むと一緒やと思ってくれて、俺はもう絶対あの上には上げてもらわへんやつやから、絶対俺はもうあそこには出してもらわへん、それは芸人と一緒、うん、そうだから硬い言葉は言われへん、言われへんし、ほんでね、あの、まあ、あの人大阪生まれ大阪育ちやのに、やっぱりキャスターのその癖が出てへんから、一応標準語を喋るな、ただ親父の方が違いに来てもらったら、しっかりしてもらわんと困るわけよ。誰もそんな NHK のキャスターは誰も待っとらへん、境にやな。なるほどな。って思うだけどやな、やっぱ
いやでもやっぱりちゃんとあの締めるとこは締めてくれるとこ喋ってくれるから、そう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 そまだ続くな、この話な。このままでいったら星野さん真面目に面白ないやつで終わってまうな、これ。次週ちょっと、そう次週の星野さんの、ちょっと砕けたところ。どうてか、こうちゃんとするのはええことやからね。ちゃんとしてる、本当にちゃんとしてはる。でもちょっとお茶目なところを発表してもらって。そうやな、行こう。